ゼロ歳児抱えた十姉妹が再婚した。正確には、入籍するタイミングで不幸があってずれて。その間に子供ができて、入籍しないまま産んで認知してもらったらしい。そして、3ヶ月の子供を連れて離婚。養育費はいらないと断ったが、一応、銀行のカードを渡されて、そこに、お金を毎月預けるから好きに使ってほしいと言われているそうな。もともと仕事も資格持ちだから、多分一人でもやっていける自信あったんだろうけど、母親との関係もうまくいってなかったし、乳児抱えて一人って相当覚悟いったはず。で、1年経つか経たないかくらいで別な人と再婚したって話をこの間聞いた。これを親から聞いた時の印象が、早くない?だった。私が離婚した時は、もうゴリゴリだったし、生活環境まるっと変わって毎日生きてくので、精一杯だったからちょっと驚いた。離婚した理由までは知らないけど、普通に再婚相手との子供だったんじゃなかろうかと思ってしまう。